どうも、ギフ FTV です。本日はアロックスイオーザスキー場に来ています。なんとゲレンデでグレイノリのかっこいいスノーボーダーを見つけましたんで、なんと声をかけてしまいました。ということで自己紹介をお願いします。お名前、ケイゾウです。ケイゾウさんです。ケイゾウさんめちゃかっこいい。ということでまずは時間がないので、まずどんな板履いてますか？グレイのデスペラートの4ワイド。4ワイドっていうやつ、はい、そうです。160、いくらぐらいですか？ざっくりちょっと安く買えて13万。13万ぐらい、あ、結構定価15ぐらいなのかな。はい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 、うん、あ、なるほど。ちょっとこれリフト短いな。ちょっと待って、リフトちょっともう一回、ちょっともうこれだって全然話聞けない。リフト短すぎる。まずあのリフト短すぎたんでもう一回リフト乗りますんで、はい、またお祈りさせていただきます、はい。お客さんとかっていうか、いいの？結構ね、ガチの人とか、うん、ウィングに？わざわざ行くんですか？お年はいくつですか？いくつだと思います？44ぐらいかな。51。51? 51でこの滑りですか？すごいですね。カービング始めてどれぐらいですか？カービング始めて3年ぐらい。3年でもう本格的に、うん、本格的に教えてもらったのは1年。うお、1年半かな。皆さん年のせいにしていてはダメですよ。51歳で1年半でこのキレキレカービングできます。僕の時もサマーゲレンデで、あ、サマーゲレンデで教えてもらう。リングヒルズ行って、田口さんに、田口瑞希プロに。皆さん聞きましたか？上手くなりたければ水キッズですよ。水キッズさん、あの水キッズプロに教えてもらいましょう。ということでカービングの魅力を最後に、じゃあ魅力系、やっぱ低くてかっこいいことかな、はい、低くてかっこいい、かっこよく見えて、あ、やりたいなと思って始めた、うんうん、あ、それプロの姿を見てて、そう、多分プロが上手な人ゲレンデにおっから、うんうんうん、そういう人見て、うん、自分も滑りたいなと思って始めた、うん、なるほどなるほど。いや、ということでちょっと声かけさせていただきました。ありがとうございます。もしよければアルペンボードも機会があればやってみてください。興味はあるから。お、水木さんってアルペンじゃない？やっとるやっとる、やってますよね、やっとる、うん、アルペンも何でもできる、はい、一度でいいんでやっていただけるかいいと思いますんで、はい、ありがとうございました。来年やります。はい、やってください。いいよ。私やったことないですけど、そのサマーゲレンデはやっぱ全然違います。感覚は違うけど、うん、結局レッスン入ったらいろんなことを教えてもらえて、うん、YouTube でも見とくけど、うん、それ以外のことを教えてもらえるのが、うん、やっぱ上達する、うん、あ、サマーゲレンデもレッスンがあるの？サマーゲレンデも田口さんに、あ、デモレッスンみたいな、そうやし、この冬のシーズンも田口さんデモレッスン、そう、あー。